すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。心を見る新エヴァ第11回目、最終回ということになります。ここまでお付き合いしていただいた皆さんありがとうございました。今回でおしまいということになります。さて、シンジ君は再びですね、今度は自分の意思でブンダーに乗りました。このブンダーは、もともとカジさんが、生物を保護するために作ったものだったということで、とにかくシンはですね、生きるとか生き続けるというものが大きなテーマとして、わかりやすい形で表現されているということがありますよね。このテーマは旧エヴァでも同じなんですけど、この生きるというテーマはね、同じなんですけど、よりわかりやすくなっているという感じがしますね。で、その生き続けるというテーマに対比して、ゼーレとかネルフによる積極的な死というものがあるわけですね。シンジ君はこれと戦うということになっているわけです。とは言っても、旧エヴァではですね、シンジ君は戦いませんでした。ミサトさんたちは戦っていたんですけど、シンジ君は死と戦わなかったんですね。受け入れもせず、拒否もせず、なるようになるさという感じでシンジ君は旧エヴァでは存在していました。でも今回は違います。今回はこの積極的な死というものに対して戦いを挑んでいるシンジ君ということになっているわけですね。いろいろあって、アスカがシンジ君を殴ろうとした理由の下りになります。これはシンジ君がアスカのことを助けようとも殺そうとももう何も決めなかったからだということでしたね。この時のシンジ君は自分で何かの責任を負いたくなかったという気持ちがあったわけですね。黒波ちゃんに名前を付けなかったのも同じ理由ですね。でもシンジ君はこれが良くないことだったというふうに気づきました。要するに自分で決めないということは良くないことだということに気づいたわけですね。なんでこれに気づけたのかというと、黒波ちゃんが未練を残しながら消えていったからですね。自分のせいで世界は大変なことになったんだけど、だからといって何もしないのは間違いだということですね。何かしようとするなり、自殺するなり、何らかの決断はできるはずなのに、シンジ君は何も決断しなかったわけですね。何も決断をしないまま、ただ心臓が動いて、ただ息を吸っているだけの状態だったわけですね。もうこの世界はシンジ君以外の全員が仕事をしているわけですね。みんな自分のすべきことをしているわけですね。仕事というよりは、社会の歯車の一員として動いているという感じの方が近いかもしれません。人間はですね、群れを作って生きる生き物なんですね。群れというのは社会の歯車になるという意味ですね。これを拒否していたシンジ君はですね、もはや人間じゃないという状態だったわけですね。もはや僕は人間じゃないみたいな、そんな感じだったわけです。でも今のシンジ君は違いますということで、ビレのみんながですね、まさに命を懸けてネルフと戦うわけですね。この戦いの負けイコール人類の滅亡ですから、もうできることは全部やるという感じです。もう1秒後に殺されるかもしれないなんていう躊躇や迷いすらありません。正真正銘の全力で戦うわけですね。そんな中、ゲンドウが誰も知らないアディショナルインパクトを起こそうということになります。これはリツコ曰くですね、ゼーレのシナリオにもない私たちの知らない儀式ということらしいです。リツコさんがどうしてゼーレのシナリオの内容を知っているのかは少し気になりますけど、ひょっとしたら空白の14年の間にビレとか、もしくはリツコさん個人がゼーレと何かしらの何かがあったのかもしれませんね。共闘、一時的に共闘関係にあるとか、なんかそういったことがあったのかもしれません。とにかくリツコさんはゼーレのシナリオをチェックすることができる立場にあって、今ゲンドウがやろうとしていることはゼーレのシナリオにないことをしているということなんですね。ゼーレのシナリオにない儀式をゲンドウが始めるなんてことはありえるんでしょうか。ゲンドウは当初、視界文書の外転の存在すら知らなかったわけですね。それなのにもう一足飛びでゼーレすら知らない儀式を始めるなんてちょっと考えられません。そのゼーレすら知らない儀式の式次第をゲンドウは一体どこで入手したんでしょうか。というと、もうこれしか考えられないんではないかというふうに思います。
アディショナルインパクトのための儀式は玄道が自ら考え出したオリジナルの儀式だということですね。玄道はネブカドネザルの鍵を使ってもうすでに人間以上の存在となっています。人間以上の存在、神に近い存在であるならば、自分にとって都合のいい、もう完全オリジナルの儀式を作り出すということも、まあ、可能なのかもしれないというふうに思いますね。ということで、ここからは、マイナス宇宙の戦いという、まあなんか大変なことになってくるわけですね。まあ、ちょっと、ね、そこまでの間をものすごい割愛しちゃってますけど、今回このお話。ただ前にも言いましたけど、設定とか、世界観とか、そういった部分の考察に関しては、僕よりも他のいろんな人が、やっている考察の方が参考になると思うんで、ぜひそちらをご覧くださいね。で、マイナス宇宙に行く前ですね、玄道がブンダーにやってきた時の会話でこんなのがありました。急に玄道がブンダーのところにやってきて、やーとか言ってるわけですね。そこでこんなこと言っていましたね。人類補完計画の原案はミサトの父親だったよと。で、神が人類に与えた選択肢は2つあると。まず、使徒に滅ぼされる。これが選択肢1。選択肢2はですね、使徒に勝利して知恵を失い、神の子として生き続けるか。この2択だよというふうに言っていたわけですね。まあこれ1はそのままの意味ですね。滅ぼされておしまいというふうになるということです。2は、ゼーレの補完計画のことを指して言っているわけですね。ここで玄道が言いたいのは、どっちも嫌でしょということを言っているわけですね。使徒に滅ぼされるのも嫌だし、ゼーレ庵のように知恵を失って、ただ生き続けるだけの存在になるのも嫌だろうと。だから私の考えた補完計画に賛同しろ、ということを言っているわけです。まあ玄道はループに気づいている可能性があるわけですね。で、この堂々巡りの輪から抜け出す唯一の方法、それが玄道自身が神となって世界を作り直して新たに生まれ直すことだというふうに言っているんだと思います。玄道は自分の人類補完計画のことをこう言っていましたね。神への儚いレジスタンスだが、果たすだけの価値はあるはずだというふうに言っていました。ゼーレの補完計画は全ての魂が一つになることでしたね。玄道の補完計画は全ての魂が一つになったら、寂しいという感情を持たない完璧超人となって生まれ直そうということですね。生まれ直すのに必要なのが綾波レイだったりするということになるわけです。ビレは余計なお世話よということですね。現状維持、今のまんまの人類がそのまま生き続ける方がいいに決まってるでしょというのがビレですね。だからリツコはこう言いました。私たちは神に屈した補完計画による絶望のリセットではなく、希望のコンティニューを選びますと。ミサトはこう言っていました。私は神の力をも克服する人間の知恵と意志を信じますというふうに言っていましたね。ゼーレやネルフは人間をもう諦めているんですね。もう人間は無理だと、世の中を見てみろと、大変なことになってるだろうと。いつまで経っても戦争は終わらないし、経済格差は広がるし、金持ちは金持ち、貧乏は貧乏で苦労しているし、差別やいじめや、世の中の社会不安や、自殺や、そういうことがいつまで経っても起こっていると。もう人類というのはもう無理だと。これ以上はもううまくいく方法はないと。だから補完計画を行おうよというふうになっているわけですね。でも、ミサトさんたちはですね、いや、言ってることはわかりますよと。世界が良くない方向に今置かれているということはわかりますけど、それでも私たちは人類を信じていますっていうのがミサトさんたちということになります。ということで、ついにマイナス宇宙というね、よくわからない場所に行くことになります。まあ、ウルトラマンがどうこう言っていることがありますけど、元ネタはウルトラマンのあれだとか、言ってるけど、そのことは気にしないで、ここではそういう話はいたしません。ということで、玄道とシンジ君はですね、マイナス宇宙に行きました。ここにはですね、ゴルゴダオブジェクトなるものがありましたね。人の力ではどうにもならない、運命を変えることのできる唯一の場所ということだそうです。まあ、ゴルゴダというのはエルサレムにあるイエス・キリストが処刑された丘の名前ですね。イエスはここで処刑された後に3日後に復活しました。
つまりここは死と再生の場所ということになるわけですね。つまり根源です、そんなとんでもないものがあるこのマイナス宇宙とは一体何なんでしょうか。マイナス宇宙って一体何なんだろうというふうに考えると、これは脳内というふうに思っていいと思います。脳内です。エヴァンゲリオンという作品はですね、旧エヴァの頃からずっとそうなんですけど、この世界というのは自分の考え方次第でどうとでもなるんだよというのを表現してきたわけですね。だから旧エヴァの時は線画になったりとか、舞台装置が出てきて舞台で演技しているみたいな感じになったりとか、そういう演出がなされていたわけですね。で、今回でも、まあ、チャチー CG になったりとか、ミサトさんの部屋でエヴァが戦っていたりとか、かき割りにぶつかったりとか、外でね、街中で戦ってると思ったら、実はかき割りがあってそれにぶつかったりとか、そういう風にしているわけですね。ということで、このマイナス宇宙っていうのは脳内世界だという風に思っていいと思います。で、ここでこの親子は戦っているんですね。脳内世界で戦っているということになるんですけど、じゃあ一体誰の脳内で戦っているのかというと、まあこれは両方というふうに思っていいと思います。ゲンドウとシンジ君の脳内が混じり合った場所ということでいいと思いますね。だからゲンドウがあんなにも素直に自分の感情を吐露していたんですね。脳内だからできているんだというふうに考えていいと思います。で、この中でゲンドウはですね、もうしきりに神殺しというものをしようとしていますね。さて、神とは一体何でしょうかと思いますね。まあこの動画でも何回も神というのは何だろうと、この世界を作っている大元のことだろうとかいろいろ言ってきたわけですけど、神とは何かというと自分の殻のことだというふうに思ってください。自分を取り巻いている殻ですね。自分を取り巻くこの世界を、自分をこう、自分が見えているこの世界を自分が想像しているものそのもの、AT フィールドと言ってもいいんですけど、つまり自分の殻ですね、自分の殻を破ること、それが神殺しというものの正体だというふうに思います。ゲンドウがシンジに見せた黒いリリスというのが出てきましたね。エヴァンゲリオンイマジナリーというふうに言っていましたけど、これは想像上の架空のエヴァということになります。このエヴァンゲリオンイマジナリーについてゲンドウはこう言っていましたね。虚構と現実を信じることができる、人類だけが認知できるものだということですね。虚構と現実とは何を指した言葉でしょうか。夢や希望、そして絶望のことですね。このエヴァイマジナリーというのは、旧エヴァ、テレビ版旧エヴァラストで食パンを加えながら走ってきたレイと同じものです。かもしれないという可能性の世界ということですね。それがエヴァイマジナリーということになります。シンジ君にこれが黒いリリスだというふうに映ったのは、リリスというのはおそらくシンジ君にとってループの象徴的なものであって、これがあるから自分の望みがいつまで経っても広がってしまうんだという思いがあるんだと思います。シンジ君にとってリリスというのは欲望の源というか、そういった感じがあるんだと思うんですね。しかも黒ですから、それが良くないことだというふうにシンジ君は思っています。今はね。前はそれが良くないことだと思っていたかどうかは分かりませんけど、今のシンジ君は死とね、積極的な死というものと戦っているんで、リリスが黒く見えているということになるんじゃないかと思います。ゲンドウがこう言いました。ロンギヌスとカシウスの槍が一つになると、虚構と現実が溶け合い、全てが同一の情報と化す。これで自分の認識、すなわち世界を書き換えるアディショナルインパクトが始まる。私の願いが叶う唯一の方法だということですね。これはゲンドウが持っているユイは死んだという認識を書き換えて、ユイは生きているという虚構を現実のものにするという意味ですね。これは私の望みだけど、愛する者と再び会うというのは他のみんなも望んでいることだろ。シンジ、お前だってそうだろという思いがあるから、この後ゲンドウはシンジに向かって、お前も再び母に会えるというふうに言ったんですね。これは私だけの望みじゃない。シンジ、お前も望んでいるし、他のみんなも望んでいることだっていうふうに言っているわけですね。となっていると、いろいろあってですね、巨大レイが登場するというシーンまで飛びますね。巨大レイが登場しました。やけにリアルだけど本物じゃないから気持ちが悪いと。顔は CG だけど髪の毛はアニメ。出てきているこの
なんじゃこりゃという例が出てきましたね。これは虚構と現実が溶け合った結果の姿だというふうに思っていいと思います。虚構と現実が溶け合うとあんな気持ち悪いものができるということですね。これを見てピンク髪の北上みどりさんが変よこれ絶対に変と言っていましたね。そうなんです、これ変なんですね変なんです。玄道の願いというのはとても気持ちの悪いもう決体なものなんですね、当然です。自然ではない望みですから、あの巨大霊のように非常に気持ちの悪いおかしなもの、それが玄道の望み願いということだというふうに思っていいと思いますね。ということがあると、マリがですね、冬月の元にやってきました。で、マリは冬月にですね、イスカリオテのマリアと呼ばれていましたね。まあこれ、イスカリオテといえばイスカリオテのユダですね。イスカリオテのユダとはイエスを裏切った男ですね。金でイエスを売った男ということです。マリアは聖母マリア、そしてマグダラのマリア、まあ二人いるわけですけれども、どちらにせよイエスを愛した女性ということになると思います。つまり、絶望と希望が合わさった名前、それがイスカリオテのマリアということになりますね。マリは今を生きる女性なんですね。マリというのは今を象徴している女性です。だからこそこのあだ名がつくということだと思いますね。絶望と希望が合わさったあだ名、それがマリということになると思います。ということで、もう何でもありな感じで玄道の自分語りとかがあって、物語はどんどん収束していきます。玄道がすごく長い、一人語りをしているんですけど、それらは全部これまでの動画で言ったことと同じだというふうに思ってください。なので別に、ここで新たに取り上げませんけど、まあ、とにかく玄道は寂しかった、この寂しさを埋めたかったということを言っているとなりますね。ということで、シンジと玄道がね、そんな話をしていると、マリがビレのみんなの意思を継いでですね、新しい槍を持ってきました。意志の力で作り上げた槍、ガイウス、いえ、ビレの槍。知恵と意志を持つ人類は、神の手助けなしに、ここまで来ているよ、ユイさん。ということで。まあ、この発言を聞く限りですね、ビレの槍の出現は、ユイの望みだったっぽいですね。ユイの望みって何でしたっけとなります。普通に考えれば、自分の子供、シンジ君の幸せというのがユイの望みというふうに考えていいですよね。でも、親は子供の幸せが何かわからないんですね。レールを敷いたところでそれに反抗されることもあるし、実際ね、自分はこうすることが子供にとって幸せだろうというふうに思いますけど、子供にとってはそれが幸せだというふうには思わないかもしれない。子供の幸せが何なのかは親はわからない。だから結局、子供の自主性に委ねるしかないわけですね。つまり、自分で考えて、自分で責任を取って行動するというのがユイの望みだったのではないかと思います。だから知恵と意志の力でここまで来たんだというふうに言ったんだと思いますね。玄道がこう言っていました。他人の死と思いを受け取れるとは大人になったな、シンジ。と言っていましたね。まあみんなのおかげでね、相補性ってことです。みんなのおかげでシンジ君は大人になったということですね。ということで、まあいろいろなことがあって、急激ラストのあの海岸のシーンになりました。まあプラグスーツを着ているアスカが寝ていたということがありましたね。これは急激ラストの続きのシーンだと、まあ、考えていいと思うんですけれども、ただこれはすべてイマジナリーの世界のお話です。シンジ君の脳内世界です。極端な言い方をすると、エヴァは夢落ちのお話なんですね。夢落ちってほどまあ単純なものではないんですけど、虚構と現実が混じり合っているお話、それがエヴァンゲリオンというものであって、この急激ラストのあの海岸というのもまさにそういう世界だということになります。まあ、今回、この新劇場版エヴァは、これで最後ということもあってですね、とにかく説明していますよね。同じことをいろんな人がいろんな角度から喋っているっていう感じがありました。庵野監督はこう言っていましたよね。なるべく多くの人に伝わらないと意味がないというふうに言っていましたね。まあそれはわかるんですけど、せっかくね、作品を作ってるんで、伝わらなきゃ意味がないっていうのはわかるんですけど、ちょっとこの
伝えなければ、伝わらなければならないっていう脅迫観念のようなものに、庵野監督はちょっと取り憑かれていたんじゃないかなという感じすらちょっとするぐらい、ものすごく説明していました。まあ、わかりやすくはなったと思います。物語として。例えば、旧エヴァは非常にわかりづらいお話でした。それに対して、新エヴァは非常にわかりやすいお話だったんじゃないかなというふうに思いますけど、その代わりですね、まあ、キューブリックの言うところの映画の魔法というものがなくなっちゃったかもしれませんね。説明をしすぎたことで映画の魔法が消えてしまっているかもしれません。新エヴァはね。まあ、逆に言えば、急激、旧テレビシリーズ、そして急激のエア、真心を君には、もうこの映画の魔法がかかりまくっていたと、いう感じがしましたね。ということで、シンジ君はですね、カオル君とかレイと対話をするということになりました。そうして自分の中にある欠けた心を補っていくということをしましたね。エヴァの登場人物はですね、みんなシンジ君の幸せを願ってそのために行動しているというのがあるわけですね。その彼らと決別をしていくシンジ君というのがこっから登場するわけですね。まあ、アスカと別れて、カオル君と別れて、レイと別れてとなっていくわけですけど、ここでこんなこと言っていました。やってみるよ綾波、ネオンジェネシスっていうネオンジェネシスって、言っていましたね。ネオンジェネシスエヴァンゲリオンというのが、まあ、この作品のタイトルなわけですけれども、ジェネシスっていうのは創世記っていう意味ですね。創世記っていうのはユダヤ教の聖書の一番最初の章で、神様が光あれって言ったら光ができましたとか書いてあるあれですね。あれが創世記です。で、ジェネシスという単語単体の意味としては、起源とか誕生、創生、原因、開始、始まり、根源ということだそうですね。ネオンは新しいという意味ですね。エヴァンゲリオンは福音という意味です。福音っていうのは一般的には神様、まあイエスから聞いたありがたい言葉という意味ですね。シンジ君はですね、ネオンジェネシスをやってみるというふうに言ってたわけで、これはどういう意味なのかというと、ゼーレ案でもネルフ案でもないシンジ君発案の人類補完計画をこれから僕はやるというふうに言ったということだと思います。まあ旧エヴァでもシンジ君はこれをやっていたわけですね。人とのつながりを断ちたいというふうに考えていたシンジ君は、旧エヴァラストで人とつながりを持ちたいというふうに考えて、人とつながりが持てる世界というものを新たに作り上げました。で、今回もまあ同じなわけですね。でも今回は今までと根幹の部分がもう違うということです。これまでも何度もシンジ君は世界を作り変えてネオンジェネシスしてたわけですけれども、今回はもっとネオンジェネシスなわけですね。どう違うのかというと、今回の世界の作り変えというのはですね、そもそもエヴァに乗らない世界にするということでした。これは綾波レイがですね、14年間初号機の中に隠れ続けてシンジ君に、イカリ君に対してこうしてあげようと思っていたレイの思いというものを汲み取ったものですね。レイはイカリ君が初号機に乗らないようにしようと思っていたっていうふうに言っていましたよね。レイの考えるシンジの幸せというのは初号機に乗らないということだったということがあって、シンジ君はこれをやろうというふうになったわけですね。だから綾波レイに対してやってみるよ綾波っていうふうに言っていたわけです。前回と今回の世界の作り変え、まあ、前回は旧エヴァですね、今回は新エヴァ、前回と今回の世界の作り変えの一番の違いというのは、これまでの世界を完全に壊して、まあ、カオル君の言うところの円環ですね、つまりループというものを断ち切って全く新しい世界を創造するということをしようとシンジ君は思ったということですね。これはリセットではなくネオンジェネシスなんだということですね。もう一回リセットして、タイトル画面からやり直すのではなく、宇宙の始まりから全部作り変えるということです。企画段階、ゲームの企画段階から全部作り直す、それを今回シンジ君はやったということですね。ということで、これを行うためにシンジ君は自分自身に槍を刺そうとします。でもそれをユイに止められるということがありましたね。シンジ君自分自身に槍を刺す、まあ自分自身というか初号機に乗っているんで、初号機
にこう槍を刺すと、いうことをしようとしたのは、これは何をしようとしたのかというと、自殺をしようとしたということです。世界を根幹から作り直すわけですから、まずは自分が死ななきゃ話にならないわけですね。一応おさらいしておきますと、世界というのは自分の脳内世界のことです。つまり、自分を取り巻くこの脳内世界、自分の世界、つまり殻、AT フィールド、これのことを、世界というふうに表現しているわけですね。自分の殻を破らなければいけないというふうに思っているわけですね。そのためにはまず自分の殻を壊さなきゃいけないんで、じゃあまず死のうということになったんですけど、それを母親のユイに止められました。で、そこに玄道も現れてですね、ユイと玄道が自らに槍を刺すということをしましたね。シンジ君の世界を根本から作り直すということは、その大元である両親が変わらなければならないということを表現しているんだと思います。シンジ君の世界を構成しているのはユイ、そして玄道ですからね。シンジ君は紛れもなくユイと玄道から生まれてきたわけですから、シンジ君が変わるにはまずユイと玄道も変わらなきゃならんということで、この両親が自殺するということになったんだと思います。これに伴い、ユイと玄道、そして数々のエヴァンゲリオンが消滅していくということになりましたね。イカリ君がエヴァに乗らないでいいようにすると言っていたレイ、つまりユイのこの願い通りになっていったということになります。ということで、世界が作り変えられました。今ここにはシンジ君しかいません。海岸で体育座りをしていると、そこにマリがやってきました。お待たせ、シンジ君ということで、マリは全てを壊すキャラで、ユイ自身が送り込んだキャラですね。過去とか未来ではなく、今が何よりも大切な人であって、過去とか未来は今の積み重ねなんだというふうに考えているキャラですよね。シンジ君の世界にはもう基本的にはマリは規格外すぎて、通常では登場することのないキャラということですね。まあ、まさにイスカリオテのマリアですね。絶望と希望のごったにキャラというマリがやってきました。マリの登場、そしてシンジ君との再会によって、シンジ君の世界が動き出しましたね。世界は根幹から作り変えられて、ネオンジェネシスりましたね。ネオンジェネシスりましたね。で、ラストです。今回、シン・エヴァンゲリオンのタイトルはですね、シン・エヴァンゲリオン、リピート記号、英語タイトルがエヴァンゲリオン 3.1 プラス 1.0 と、ということでしたよね。この 1.0 がこのラストということになります。まあ、そもそも、この世界にエヴァが存在しない世界というものが今広がっているわけですね。これがシンジ君の望んだ世界そのものよということです。この 1.0、全く新しいネオンジェネシスリッター、この世界はエヴァが存在しない世界、最初からエヴァが存在しない世界ということですね。こうしてシンジ君は新たな世界を作りましたと、さおしまいということになるわけです。まあ、最後にですね、世間でたくさん言われていました、なんでポットでのマリがシンジ君とくっついてんだよと、理解できねえよと、おかしいだろうと、何の関係もねえマリが急に出てきて急にシンジと付き合うとかおかしいだろうと、こんなのアンノと神さんの関係でしか説明できねえだろうと、いろいろ言っている人がいますけれども、そういうふうに言っている人たちは全員ですね、アンノ監督とかアンノモヨコさんのことを全く知らない人なんですよね。もちろん喋ったこともなければ、下手すりゃ見たこともないような人たちがそれ以外考えられないとか、謎のことを言っているわけですね。でも、このシリーズを見て、この心を見る新エヴァのシリーズを見てくれた皆さんは、どうしてマリとシンジ君が最後くっついたのかというのはわかると思います。というか、まあ、こういう考え方はできるよねというのがわかるというふうに思います。この、ラストのですね、エヴァの存在しない世界を作り出すというのにはマリの存在こそが最重要だったわけですね。世界観をぶち壊す破壊神マリが絶対に必要だったわけです。人と人が惹かれ合うのに一番の理由は何かっていうふうに考えると、よくこういうことを言う人いますよね。彼女は僕の中にないものを持っているんだってよく言いますよね。これなんですね。自分と同じような人同士よりも自分の中にないものを持っている人というものに人は惹かれるんですよね。他の登場人物はみんなですね、どこかしらにシンジ君との共通点が存在するわけです。
そりゃそうなんですね。なぜならシンジ君が作り出した世界の住人ですから。でもマリはですね、シンジ君が作り出した世界の住人ではなく、ユイが送り込んだ別世界から来た救世主、天使なんですね。マリの存在すべてがシンジ君の中にはないものなんです。だからシンジ君とマリは惹かれ合ったんだというふうに思います。まあ最後駅にいて、シンジ君がベンチに座っているわけですね。シンジ君はエヴァのない世界を作り出したにもかかわらず、DSS チョーカーをつけていました。この DSS チョーカー、まあ神化、神格化シャットダウンシステムですね。この DSS チョーカーは一体誰がシンジ君につけたんでしょうか。エヴァがないのに、この世界には初めからエヴァというものが存在しないのにもかかわらず DSS チョーカーをシンジ君の首につけたのは一体誰でしょうか。それはですね、シンジ君自身です。シンジ君自身が自分の首に DSS チョーカーをつけたんだということだと思いますね。神化するのを恐れたわけですね。自分が神化してしまうことを恐れたので自分でつけたんです。それをマリは外してくれました。シンジ君がなんで DSS チョーカーを未だにつけているかというと、やっぱり心の奥のどこかに不安というものがあるわけですね。いつ自分は元の自分に戻ってしまうかもしれないと。そういう不安をシンジ君は持っているので DSS チョーカーをつけていたわけですけど、マリーがそれを外してくれたんですね。もう君は大丈夫だよと言ってくれた白い天使、それがマリなんですね。さあ行こうシンジ君、うん行こうと行って、新しい世界を見に行こうということになったわけです。まあこれ、宇部川駅というところが舞台となっていて、まあこれは庵野監督の地元というか、そういったところだというふうになっていますけど、別にこれ場所はどこでもいいんです。もうそれこそニューヨークでもいいし、新宿でもいいし、アフリカでもいいし、どこでもいいんです。場所っていうのは第三神東京市じゃなければどこでもいいんです。これまでのシンジ君が知らない場所だったらどこでもいいんです。なぜならここは全く新しい場所だからですね。シンジ君は第三神東京市からついに抜け出すことができたということです。ということで、旧エヴァと新エヴァは基本的には同じラスト、シンジ君が一歩を踏み出すラストということなんですけれども、旧エヴァよりもさらにもう一歩前に進んだシンジ君ということで襲撃というふうになりました。心を見る新エヴァ、今回でおしまいです。長いシリーズとなりましたけど、皆さんご視聴ありがとうございました。